エジローのリクエストタイムも。だいぶないやん、遊びやん。そうか、書かないかんすか。ラジオオフね。な、時間で終わる。時間で終わるって。ああ、雰囲くらや。何十円の時間ですか。30円。よっしゃ。電話番号が変わった。あ、ここ開いた。はい。変えないかん。お、置いとってこ。ちょっと待って、ダメ。いや待って、そこは見てる。ちょっと一回降りて。ここ降りに行くかも。そうや。かけたつもりか。ピッピッ。行かれる？まっすぐなる。さあ行きましょう。筋がある。斜めなんで、しやかだろ。したことある？あ？したことある？したことなかった。いや、横浜じゃローマってほら、わらとるとか言われてほら、愛するとかあんまりね。ちゃんとしとったらよかった。これもカタカタ。なるほどね。だってもう普通の四隅狩りやん。だって普通にこういうことか。筋狩りって言うとしてやんのこれ。そういうもん。あら、なんでほら入り口かほら垂直に入らないで小屋入って、小屋行って、切り回るときにほら、回ればよかったね。それだけあるじゃん、今日。それだけ。あれはそういう意味の、借り方。今年はアイデン、違うやり方にして。何を？あれ、そこ、2回目。ああ、それ林さんち。ちょっと混ぜてみて。待って、早かったのか。あのね、曲がりやすくなるとさ、っていうてしてみようよ。そんな感じはする。しやっぱよかった。やっぱでも、水やっぱ昨日雨でだいぶ溜まってた。
柄ですね。よか、よかった。あ、カジュアル。いや、もうね、真面目か。真面目か。わからんけんね、やっぱ。バイエットと電話した？行った？まだ。持っとる？持っとら。この距離やっと。ああ。また売ってくれる。ああ。結構買えないかやろ。まあ、100万ぐらいかかろうな。いろいろ整備して売ろうでしょ。そうやろね。そんまんまやったらまた壊るもんね。まあ、もうほら、まただいぶ来るな。ジャケ買いたいけど。足回り去年やっとったもんね。エアリング飛んだまんまとか最後も飛んだまんまやけど。あ、そうや、うん、いい子飛んどるか。じゃあそういう変えるだけではいいや。結構かかる、うん、もうやけ売れる、もうやめるけんとこ取るけん変えとらへんと。あらで後で探らそう。あとな、時間900時間1000時間遅刻取るけんなかなか早くやる。タコで、ね、足回りも時間もかかった、ね、ほらそこまでなかった、ね、そうか、まだタコで変わるって言いました。10年無理やった10年が出たこれ13年。13年。あ、そうや。なかなかな、補助事業を探そうでしょ。なかなかな、乗っかる補助事業。全部で？もう買ったね。買ったね。どこに置いてる？なんと、まだ大丈夫で、世話要するんですよ。自己資金。まあ少しね、あるやか事業。だって、タオル機がじゃなきゃ、廃業階段取っちゃって。あ、そうや。タオル機はもう10年たたくらいで最初。ああ、ちょうどよかったなったぜ。いや、事業もあって、もうガタも気負っとけ。一個細かくなと思ったね、タオル機は。五条？五条の、あ、頭のね、細かとあるとさ、四条型の頭と、二番とこで太長と。あ、そうや。二種類あるんですよね。安価タイプと高価タイプ。安価とかこう取ってね、うん、そういったら早かったん来たね。あ、もうそういうことね。でちょうど事業もあったけ、買い直ったらいいけど、事業もあったけ。今ほら買い直すとにさ、馬力とか乗数が上げたら良かよっていう条件にとあるね。じゃけほら、タワーベーキは6畳になってる。あー、で、こいはその間の5畳が買わないかんとやって、県に聞いてもらったって、やっぱ市役所から。そしたらその馬力、10馬力上がるけん、馬力が上がるとね、別に構わんですよって言われたって。まあ、そう、変わるねって言って、こうだった。こいがダメなら5畳丼買わないかもしれないか。5畳が良かったの。いや、高すぎる。まあね、こういうのに合わん。ああ、 S 字になったら部屋になるとか。そうね、え、やっけバックせないかとか。バックで変わるか、もうこのままずっと変わったっちゃう。ああ、もう、やっけん、ああ、やっけん、一緒か。まあ楽は、いや楽は楽かった。あそこら辺の入り口とかも5年間が綺麗かった、綺麗かった、書き方は。なるほどね。
で降りようかな、次の一周入り口で降り、横ね、なんかこれももうすぐしたら運転しよう。窓開いてほしかったおかしいとこでパコって開くの方がいいかな。あ、したんじゃない、そしたらビーバー乗りながらとか。あ、そうね、もう緑色だと思う。そこはちょっと体狙よっしゃ、降りられるね。